こんにちは、サポート行政書士法人インターン内定者インターンの筒川です。こんにちは、サポート行政書士法人の林です。内定者の筒川さんは私たちが逆求人で出会った方の一人です。今日は、逆求人についていろいろ筒川さんにお話を伺いできればと思います。はい、お願いします。まず、逆求人で感じたサポート行政書士法人のイメージって何ですか？私は最初行政書士っていう仕事が全く分からなくて、はい、でなのに私にすごく興味を持っていただいたということで、まあ、自分なりのプレゼンテーションをしたところ、すごくその国際的な部分とかにすごく興味を持っていただいて、でそれで行政書士ってすごくお役所的な仕事なのに、そういうすごく国際的で自分でこう考えて行動したってところをすごく評価してくれたところに、なんかすごくクリエイティビティ性を感じて、ですごくいい印象を持ちました。なるほどですね、分かりました。次なんですけど、入社を決めた理由教えてもらえますか？はい、これは逆求人で感じたそのイメージっていうのがすごく直結するんですけれども、選考にあたってインターンをしなければいけないじゃないですか。はいはい、でそのインターンを通して、で自分でこう本当に自分で考えて、で自分でみんなに提案をして、でそれで行動していくっていうの一連のプロセスが自分にはすごく合ってるなっていうのを感じたのと、であといろいろなインターンをしてきて、こう先輩が言うことには絶対に従って、ですごくデスクワークを一生懸命やるっていう環境をすごくいたんですけど、ここは全く違っていて、こう自分からこう発することによって、こうみんなが聞いてくれるし、時にはその自分みたいなこの未熟な意見もすごく取り入れてくれるような、すごくフレキシブルな環境で、ここでは自分がすごく成長できるかなっていうのと、あと一番こう雰囲気もいいのでやりやすい、長く続けることができるなっていうのをすごく感じて、で入社を決めました。なるほどですね。次なんですけど、弊社は、内定前のインターンと内定後のインターンがあるんですけれども、そこのインターンの印象をお伺いできればと思います。はい、選考インターンの時と、まあ、本当にすごく似ていて、でもうちょっとその行政書士っていうお仕事を深くこう勉強できるようなインターンにはなっているんですけれども、やはり雰囲気っていうのは変わらずに、なんかよく面接とか選考中のインターンとかですごくこう良くしてくれるような会社ってすごく多いと思うんですけど、もうそうやって裏表とかは全くなくて、で内定の時のインターンでも自分の意見はすごく言えるし、まあ、こうやって私も逆求人に携わることができて、内定のみでも。でも自分の意見をこう配信して、どん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 会社全体を良くしていくってお手伝いがこう中心になってできることによって、すごく自分ここで働くことによってすごく幸せに感じる、すごく働くことに対してすごく幸せを感じることってすごくいいことだなっていうのを、このインターンを通して分かるっていうのは、すごく4月から正社員になって働く以前にこういうことを感じることって大事かなというのはすごく思います。なるほど、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。すごく逆求人を通して、SG に興味を持っていただいたことすごく多いと思うんですけれども、ぜひこう選考インターン、内定者インターンを通して、すごくいろいろ弊社のことを知っていただければと思います。では、ご応募お待ちしております。お待ちしております。はい。